様こんにちは、便利屋ハッピーの稼働の口です。5月26日水曜日午後3時48分でございます。はい、午前中ちょっと動画の方撮れなかったので、今日初めてのご案内でございます。こっから北通りですかね、深谷市新しくできた、さっきのところ別府中央通りですけれども、ここの左右の通り、住宅だけで、ほとんど何もないんですよね。突き当たりがこの深谷の、天神町の手前のあたりですかね。あそこ地区何になるんですかね。岩町の向こう側ですね。はい、今日は26度ぐらい行きました。27度のところまではあると思うんですけど、天気の方は、こんな感じでしたね。ずっと、曇りというよりは晴れ、ところにより曇り、少し風があったぐらいですかね。今日もいい天気でありました。ちょっと明日曇りもしくは場所によって雨、ちょっとその見てる天気のサイトによってちょっと違うので何とも言えないんですけど、気温は下がるみたいですね。結構10度近く違うかもしれないです、今日より。ちょっと月末を迎えて、今日、明日ぐらいまではまだ少し、ゆとりがある状況ですかね。その後がちょっと心配な、大変な状況になっております。以前も逆側からのご案内で動画の方を撮ったと思うんですけれども、深谷市東方です。北通り1車線なんで、南大通りは2車線になってますので、大通りっていう名称にはふさわしいのかなと思うんですけど、割と整備されてますかね。整備してしだしてますかね。歩道が新しく、右側はご覧の通り、新しくなってますね。あたりももしかしたら新しく市役所の手前の方まで開通するのか、もしくは文化会館の横を通っていくような感じになるのかわからないですけれど、要するにここは逆側行けば熊谷の方の、突き当たりありますか。突き当たり右の方行けば石柱の方に行きますので、はい、ここでご案内終了させていただきます。最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。